はい、おはようございます。こんにちは、マルボスです。まず体を測った後、体重を測ります。お願いします。はい、体です。どうかな。よし、体重を測ります。お願いします。でいきます。お願いします。マジか、いいね。 OK、 大丈夫か。はい、おはようございます。こんにちは、ごまるぼすです。今朝なんですけど、今からサーモン、今日からサーモン生活1週間やっていきたいと思います。なんですけど、ちょっと思ったんですけど、自分やる前めっちゃ乗り気だったんですよ。サーモン食べれるみたいな感じで。思うんですけど、朝から魚めっちゃきつくないですか。もう正直、1日目なんですけど、めちゃくちゃきついです。もうきついとだけ言っておきます。一緒いきます。やればわかると思うんですけど、まだ、朝から魚食うのマジきついわ、これ半端ねえな。いただきます。朝からサーモン、いやー、食べました。めちゃくちゃきついですね、これ。やっぱりはぁ、きついな、地獄だわ。くちくさ。おはようございます、こんにちは、こんばんは、リョーボスです。あ、今は、ま、晩飯ですね。晩飯のサーモンいきます。サーモン生活。3メートルか。晩飯のサーモン食べていきたいと思います。お願いします。よし。そうです、そのサーモンダイエットしたちょっと感想みたいに言っていいですか。ちょっといただきます。一口食べてから言います。いただきます。食べてから言います。やっぱりいただきます。美味しいです。めっちゃ美味しいんですよ。美味しい、美味しい。美味しいんですけど、これ朝食うのマジできついです、正直。あれですね、これ最初サーモン食べたくて嬉しかったからめっちゃ喜んだんですけど、正直サーモン朝行くのほんときついですよ。もうやばいっす。どれぐらいきついかっていうと、多分ね、サーモンの状態にもよると思うけど、めちゃめちゃ新鮮ならいけると思うんですけど、ちょっとでも新鮮じゃなかった場合、多分どのダイエットよりきついんじゃないかな、はっきり言って。まずね、朝の生魚きついっす、普通に。だから、毎度なんですかね、食欲が湧かないです。それで痩せるのかな、食欲不振で。なんか、そのカロリーとっても痩せるというよりは、あんまり食えなくなるから痩せるんじゃないですか、これ。食べました。あと、ゆっくり食べる時間があるときはこうやって見せていこうと思います。基本的に急いでるからあんまり
あるんですね。その急いでる時はちょっとあれなんでカットしながら行こうと思います。サーモンのカロリー見てみますか。サーモン5切れで100カロリーなんです。今だいたい15切れぐらいですよね。だ300カロリーなんですよ。これで300って考えたらめちゃくちゃあれですね。やっぱ痩せますね。そりゃ結構今自分腹いっぱいですもん。てかもう腹いっぱいでか、ちょっと気持ち悪いんですよ。ちょっときついんですよ。朝から食ってるから溜まってるっていうんですか、だから美味しいけどちょっときついみたい。じゃあ今回体重の方を見比べていきたいと思います。本当はね、もう一回サーモン食おうと思ったんですけど、ちょっとやっぱ食えないですね。やっぱ食欲が低下するのも入ってるかもしれないですね。あんまりお腹空かないっていうんですか、腹持ちがいいわけではないと思うんですが、あんま食いたいという食欲が湧かないですね。それはそうだわ、正直きついからだわ。サーモンが毎回だとさすがにちょっとそういう意味での痩せるかもしれないですね。正直食欲減退で、まあ行きましょう。あれデータ見て一緒に話していきましょう。ズドン、体重が 95.90、 今までで最高潮に痩せてます。正直もうこれ多分幻想なんです。また明日明後日またバーンって上がる可能性あります、そう思ってますけど、結構いい傾向ですね。最近痩せてるんで 95.90 なら結構いけるかもわからないですね。本当に目標体重引退、これがまた明日になったら99とか上がったらまあきついんですけどね。で体脂肪率が 29.6%、 これ過去最低値、最高値じゃないですか。最高ですね。過去最低、最低か、最低で言った方がいいな、勘違いして最高って上がってるみたいになるから最低ですね。その一番低い、いいことです。だから体脂肪低いって。で骨格筋率も今まで最高です。要は今までで最高に脂肪減って最高に筋肉増えてます。順調です。体重も順調。もしかしたらサーモン1日目で効いてきたか、もしかそんなことある。1日目で当たったのまだ、いやサーモン食う前に測ってるから違うか。まあいいや、まあ続けていこう。明日の体重次第ですね。今日サーモンしか食べてないけど、サーモンやっぱねあんま食べてないんですよ。でももっと食べた方がいいかな。ちょっとカロリーぐらいまで食べようと思います。ちょっと今日はあんま食べれなかったですけど、明日はガンガン食べていきたいと思います。朝サーモンきついですよ結構。正直サーモンダイエットやろうと思ってる人は今のところはやめた方がいいと思います。正直相当サーモン好きじゃないと朝のサーモンはきついです。食欲が落ちます。まあ今日無理やり食べてみようと思います。カロリーは1500くらいまで無理やり腹にぶち込んで、それでも痩せるのかっていうのを検証したいと思います。じゃあ見てくれた人ありがとうございます。じゃあまた会いましょう。またね、バイバイ。